そうです。3週間あれば引くんですよ。え、そういう感じ？ええ、もちろん。そう。私実はね、来週から生活があるんですけど、アナビの民謡大賞の審査員。あ、そうなの？どうも審査員。今4回。かっこいい。あ、デモの歌とか。あ、デモの歌とか。なんか、まあ、でも、まあ、近い。今回は近い。あ、そう。やっぱり知ってなきゃ審査できないからね。アナビ見たことある？ないけど。いいや。行きました。あるどこに行ったの？ゴジラの実は撮影の地って知ってます？ゴジラ。なんでかっていうと、いいここから面白いのあのね、急にゼンマイとかワラビってあるじゃん。あれがね電柱ロフトさであるの。本当にあの日陰ヘゴ、日陰ヘゴと言ってね。ヘゴっていう植物が同じねゼンマイとワラビと同じ形をしてるの。それが飛行機から見ても。あ見え。